型式番号 MBF02 モビルスーツストライクルージュ。オーブ残存勢力の機関草薙で組み立てられたストライクの同型機である。イージスとの決戦で大破したストライク用の予備パーツを使っている。カガリウラアサの専用機として実戦に投入。オーブ独自開発の支援 AI を搭載し、カガリの未熟な操縦技術を補って活躍する。ストライクの武装を継承したエールストライクが基本である。新型バッテリーパックパワーエクステンダーの搭載で出力が向上し、フェーズシフト走行は赤色方向に変化。これが赤を意味するルージュの由来と言われている。中立国オーブの前首長ウズミナラ・アスハの娘カガリの専用機となったストライクルージュ。オーブの獅子が象徴する父の意志を受け継ぎ、戦場の同志を守って進路を切り開いた機体であった。